テレビ画面が映らなくなってお困りのお客様へ。今まで見えていたテレビ画面が映らなくなってお困りの場合にお試しください。パナソニック製 STB-TZ-BDT920 の場合、はじめに入力切り替えボタンで STB が接続されている入力へ切り替えを行います。その際、今まで専門チャンネルが見えていたのに地デジ放送しか見えなくなってお困りの場合は、 STB 接続がテレビ接続に切り替わっていることが原因の場合があります。次に、地上デジタル放送をご視聴したい場合は地上ボタンを押してください。 BS 放送をご視聴したい場合はBS ボタンを押してください。専門チャンネル放送をご視聴したい場合はケーブルテレビボタンを押してください。番組表をご覧になる場合は番組表ボタンを押してください。以上の操作で解決しない場合はスターキャットまでお問い合わせください。